はい、ホワイトボードを映される方は映していただければと思います。はい、それでは財務会計から平成19年度第12問の解説をしていきたいと思います。お手元の速習テキストでは参照箇所としまして、第10章ですね。第10章の第3節、配当政策のところをご参照ください。でまずはこちらの問題なんですけれども、かなりシンプルな作りにはなっております。問題としては A 社の資料に基づき下記の設問に答えよということで、資料、ここにも書かせていただきましたが、資料が与えられておりまして、設問1の方では自己資本利益率、そして設問2の方では株価収益率 PR、 こちらを求めるという問題になります。でこちら、解説をご覧いただくと解き方書いてあるんですけれども、解説ではいろいろ式を変形していって最終的に答えを求める、こんな求め方になっております。で、この求め方がベストといえばベストなんですけれども、なかなか結構難しい解き方になっているかと思います。ですから、この解き方以外に私、学習塾の講師もやっておりますので、試験対策のテクニックといたしまして、ちょっと別の方法で解いていきたいと思います。こちらなんですけれども、当てはめて解いていくという方法で解くことができますので、ちょっとそちらの方法で解いていきたいと思います。やってることは実は解説の方法と結局同じことにはなるんですが、実際の数字を使った方が文字を使って変形していったり言葉で変形していく、結構難しいので、実際の数値でいつも慣れているようなこの計算方法を使って計算していく、こういった方法でやっていきたいと思います。でこちら、数値資料が与えられておりますので、A と数値を決めてしまって、それをもとに計算していきましょうということです。でまずは、PBR、 これ 1.5 倍になってます。ですから、これ最初の数値いくつにしてもいいんですけれども、まずは PBR というのは、1株当たりの純資産に対する株価が何倍かという値ですよね。ですから、計算しやすいように、今回100円にしましょう。1株当たりの純資産、これを100円とします。そうすると株価いくらになるかと言いますと、これ当然100円かける PBR が 1.5 倍、つまりこれに対して 1.5 倍ということですから、100かける 1.5 ということになります。ですから株価150円ということになります。こちら150円、そして株価が出せましたので、配当の方を出していきましょう。配当というのは配当利回りで出すことができますね。配当利回りというのは株価に対して何パーセント配当があるかということですから、150が株価でしたね。これの 4%、 4% ですから 0.04 ですね。 150×0.04 をやりますと6円になるかと思います。配当が6円。そして今度は配当成功を使っていきましょう。配当成功というのは1株当たりの利益のうち何パーセント、どれぐらいか、配当に回したかということですよね。全体の利益のうちどれぐらい配当に回したか、それを1株当たりで見れば、1株当たりの利益に対してどれだけ配当の方に振り向けたか、残りは内部留保という形になりますよね。ですからこちら、分かりやすく言いますと、利益のうちどれだけ配当に振り向けましたかってことですね。配当とそれから内部留保、これに分けるわけですよね。でこの問題の場合、配当成功 60% ですから、要するにこちらに 60%、 こちらに 40% という割合で振り向けたよということですから、1株当たりの利益、これはどうやって出すかと言いますと、戻してあげればいいわけですね。6円割ることの60% ですから 0.6 ですね。これを計算しますと10円ですかね。10円になるかと思います。つまり10円のうち6円を配当にして4円を内部留保にしましたよというのが、こうやって出せると思います。でここまで出せれば、あとはこの数値を求めて
この数値を用いてですね、この数値を用いて設問1や設問2の値を計算していきましょうということです。設問1については自己資本利益率、自己資本利益率を求めてくださいねということです。自己資本利益率ですから、自己資本のうちどれぐらい利益があるかということになります。ですから一株あたりで見ますと、一株あたりの純資産のうちどれだけ利益を上げましたかということですから、設問1については、設問1って書いておいた方がいいですかね、設問1の自己資本利益率については、これとこれを使えばいいですね。100分の10、これをパーセントに直すために100倍しますと 10% となりますから、 10% これが答えですから、設問1については絵ですかね、絵が回答ということになります。そして設問2の方ですね、設問2については PER でしたかね、設問2は PER を求める問題だったかと思います。株価収益率を求める問題になります。でこの株価収益率、こちらについても、同じようにこの数値を使って求めていけばいいわけですね。一株当たりの利益に対して株価が何倍ですかというふうに聞かれているのと同じことですから、こちらについてはここに書きますね、150÷10 で15ということで15倍ということになります。15倍が答えですから、こちらに関してはうが答え、こんなふうに求めることもできます。もちろんこの解説にありますような、言葉を使ってこう変形していってもできるんですけれども、こういった形で数値を当てはめていくこともできます。で今、仮に100円としましょうということで適当に決めてやりましたけれども、これ別に100じゃなくて他の数値を使っていただいてももちろん同じような形で、この数値は当然変わりますけれども、結局どの数値を用いてやっても 10% と15倍という答えになりますので、例えば200円にしてみるとか500円にしてみるとかという形でちょっと設定してもらって、もしよろしければやってみて、あ、この解き方でもちゃんと解けるんだなというのをご自分でも実際にやってみていただければと思います。こういった形で、時間が余った場合に確かめ算みたいな形でやることでケアレスミスを防いだりすることもできますので、もしよろしければ参考にしていただければと思います。それではこちらで解説の方終わりますので、写される方は写していただければと思います。それではホワイトボードを写される方は写していただければと思います。はい、それでは財務会計平成24年度第16問の解説をしていきたいと思います。お手元の速習テキストでは第11章第1節の四角2のところ、配当割引モデルですね、こちら DDM のところもご参照いただければと思います。でそれとは別にこちら加重平均資本コストを求める問題ですので、 WACC の計算式の方も使っていきます。でこの問題、WACC を計算するときに株主資本コスト、こちらを使っていくんですけれども、株主資本コスト、いろんな方法で計算したり、問題によっては数値が与えられている場合があります。で例えばキャップ M とか別の方法で計算するケースもあるんですけれども、この問題では株主資本コストについてはこちらの配当割引モデルで計算していくということになります。それでは設問の方を見ていきましょう。以下のデータに基づいて加重平均資本コストを計算したとき、最も適切な数値を下記の回答群から選べ、なお自己資本コストは配当割引モデルによって求めるものとするとありまして、いろいろ数値が与えられております。ですからまずは配当割引モデルについて少し確認をしていきたいと思います。配当割引モデル、こちら、計算式2つありましたよね。1つはゼロ成長モデル、全く成長しないというもの、そしてもう1つが一定成長モデル、一定の割合で成長していくというものです。でこちら、式もここに書いておきました。こちら2つあるんですけれども、もちろん2つ覚えていただくのがベストではあるんですが、最低でもこちらの下側の一定成長モデルの方を覚えていただければと思います。こちら、ゼロ成長モデルについては結局一定成長モデルの成長率の割合、
成長率の値ですね、この部分が0のものと思っていただければ、結局ここに0を代入するとこの式と同じになるということになります。そしてこの配当割引モデル、なんでこの式になるかと言いますと、結局配当、例えば毎年こうやって配当が出るものとします。そしてこの配当というものを現在価値に割り引いたものが理論的に株価として算出できますよというモデルになります。つまり1年目の配当を現在価値に割り引きます。2年目も同じように現在価値にします。3年目4年目と同様ですね。こんな形でこう全部、これ以降ももちろんあるんですけれども、5年目以降もこうやって現在価値に割り引いていったものをこう集めていきますと、こんなような形で、理論株価というのが算出できるのではないかというモデルになります。ですからこう割り引いていってるわけですね。現在価値に割り引いていってる、配当を割り引いているので配当割引モデル、このように言うということになります。それではこの計算式、こちらの式を使って実際に計算していきたいと思います。まずはこちら株価というのを出していきましょう。株価ですね、株価、こちら自己資本が5000万円となっておりまして、発行済みの株式数が100万株となっております。ですから株価、こちら PV0 のところですね、こちらなんですけれども、5000万円を100万株で割ればいいわけですね。そうすると株価は50円ということになります。そして次がここ D1 を求めるんですが、こちら注意していただきたいのが、中ともう書いてありますけれども、ここ1年目の配当の金額なんですね。でこの1年目の配当の金額だよというのが、この問題の一番嫌なところ、いやらしいところというか引っ掛けのポイントとも言えます。1年目の配当金なので、配当の金額ですから、こちら問題で与えられているのは現在の1株あたり配当金になっています。ですから1年後の配当金を求めなければいけないということは、現在5円ですよね。5円に対して毎年 10%、 配当成長率が 10% となっておりますので、 10% 0.1 ですから 1+0.1、 つまり 1.1 倍をした 5.5 円というのが1年後の配当金ということになります。であとはこの式に代入していって、この R のところを出していけばいいわけですね。そうしますと、この式にそのまま当てはめますから、50イコール50が PV0 ですね。で D1 分子が今計算しました 5.5、 そして R のところを出したいわけですから R ですね。でここの G のところは 10%、 配当の成長率が 10% となってますので 10% は 0.1 です。でこれを計算していけばいいわけです。ちょっと丁寧にやっていきましょうか。こちらまず R-0.1 分母を両辺にかけますと、これ下に書きましょうか。50こちらに移行しますので、 50×R-0.1 とイコール 5.5 と、このような形になりますね。両辺に R-0.1 分母をかけるとこのような形になります。で今度50をこちらへ移行すればいいわけですから、ちょっとこっちにかけますね。そうしますと R-0.1 イコール50分の 5.5 と、このようになります。で50分の 5.5、 こちらなんですけれども、こちらは 0.11 ですかね。これ 0.11 になるかと思います。ですから R イコール 0.11+0.1 とマイナス 0.1 というのをこちらに移行しますので、このような形になりますから R イコール 0.21 と、つまり 21%、 このように計算できるというわけです。でここまで計算できましたら、あとは WACC の公式、こちらに当てはめていけば計算できると、このような形になります。そうしますと WACC の計算式ですね、
ワックの計算式ですから、まあ、5000万と5000万なんで、まあ、2分の1っていうふうにやってもいいんですけど、まあ、ちょっと一応公式にそのまま当てはめる形で、まあ、5000たす5000にしておきましょうか。まあ、もちろん計算を簡略化していただいて、まあ、2分の1なのでこれ2分の1ってそのままやってしてしまっていただいても構いませんが、ちょっと一応数字このそのままの式当てはめて、5000たす5000分の5000ですね、こちらが負債の方かけることの 4% かける1引く 0.4 ですかね、実効税率 40% でしたかね、ここを間違えないようにすることが大事です。この問題では 40% になってます。足すことのこれもまあ2分の1にしていただいて結構なんですが、5000分の5000、あ、5000足す5000分の5000、まあ、全体デッドとエクイティの合計分の今度はエクイティの方5000ですね、かけることの今 21% と出しましたので 21%、 こちら計算しますと、計算した結果がこちら、こちらが 1.2%、 そしてこちらがちょうど半分ですから 10.5% になるかと思います。これかっこいいじゃないですね。10.5%ですから、 1.2 たす 10.5 ですから 11.7% になる、このような計算式になります。ですから正しい答えとしては A ですね。 A が正しい答えになると、このようになるわけです。どうでしょう、こちら、まあ、配当割引モデルの考え方とそれが計算できれば、あとは WACC の公式に当てはめる、このような形で解いていただく問題でした。それではこちらで解説の方を終わりますので、写される方は写していただければと思います。